長い年月を経た道具は霊魂が宿り、つくも神となり人をたぶらかすという。長年使わずにいたからかさはどうなるのでしょう。今日から担当になりました、からかさお化けです。よろしくお願いします。おい、仕方はないだろう。仕方は。おい、おい。やはり見えているな、この私が。見えていない。ではなぜ私のノースの剣最終奥義月下破砕却が見切れたのだ。愛ゆえに。って見えてんじゃん。それにノースの剣詳しいじゃん。いや見えないの。つか見えないようにしてんだよ。わかんない。お前みたいな化け物を見えるって肯定してみろ。その背後にある世界が怖いし、旗から見たら俺かなり痛いやつか。そういう病気の人みたいじゃないか。事実を受け止めろ。これが真実の世界を知る第一歩だ。いや真実の世界なんか知りたくないの。わかんねえかな。騙された世界でも俺は人から変な目で見られたくないの。一に何なんだよお前は。さすらいの剣士、ノースの剣の使い手カイン。やって嘘だろ。どっからどう見てもちょっと怖い傘のお化けだろ。だいたいどこで覚えたんだよそんなノースの剣の使い手なんて。愛ゆえに。いや愛ゆえにじゃねえよ。お前もさっき言ったじゃん。いやあれはお前に釣られて言ったの。それにだいたいそんな漫画どこで知ったんだよ。つうかお前何なんだよ。さすらいの剣士、ノースの剣の使い手カイン。さすらいの剣士、ノースの剣の使い手、うん、殴ることないじゃない。いやお前さっき蹴ったろ俺を。
やれやれ、余裕がないというか世知辛い世の中になったな。そういう問題じゃねえよ。まあ確かに今は余裕がないかもしれないけど。お、残業ってやつか。よく知ってんな。間に合うのか。間に合わないかもしれないからこんな遅くまで残って仕事してんの。だからお前と遊んでる時間はないんだよ。そうか、頑張れ。うん。お茶いる？いらない。あ、そう。ありがとう。うん。話しかけていい？何？なんかさ、幽霊とか出てきそうで怖いね。あ、消しちゃった。お前さ。え？お前がそれ言う？だって幽霊って怖いじゃん。あのさ、俺なんか悪いこと言った？別に。そういえばさっき担当になったとかって言ってなかった？さっき担当になったとかって言ってたよね。さっき。え？担当？そんなこと言いましたっけ？言った。確かに言った。ねえ、何のための俺の担当なの？結構しっかり聞いてますね。でも理由は聞かない方がいいですよ。いや聞かせろよ。何のための俺の担当なんだよ。本当に聞きたいんですか？おう。本当に？いや、やっぱいっかな。ではお答えしましょう。いやいやまだ返事してないから。え？あ、失礼しました。聞きたいですか？何のためのあなたの担当かを。悪いこと？いいこと？さーて、どっちでしょうね。やっぱりいいや、聞かないで。え？いや、まあこういう話って大概ね。あ、そう。あ、写真撮っていい？え？あ、いいっすよ。じゃあ行くね。はいよ。うい、ありがとう。いやいやいや。へえ、手といい足といい基本ベースは人間に近いんだ。そうっすね。まあ普通に脳もありますし、ちょっと小さいですけど。あ、じゃあ静かにしてて。残業に集中したいから。おい、違うだろう。そこはもう少し突っ込んだ話になる流れだろう。この流れは。え？今の空気読めよ。そこはよ。ああ、そっか、ごめんごめん。そう、それで俺が何の担当か。人の話を聞け。人じゃないだろう。
いいか、今から俺の言うことを黙って聞け。はあ、そろそろ私が出てきた本当の理由をお知らせしましょう。あなた、水上武美さんですよね。いや、俺は田上高美です。え、水上田上高美、武美。ダメだこりゃ。からかさお化け、お前何しに出てきたの？